今日は税源フューチャーサポーテッドバイ人形の堀川。今日はですね、JFA 第46回全日本 U12 サッカー選手権大会、石川県大会を見事優勝した U12 の決勝戦の試合映像があります。これ見たいね、見たいね、これ。そちらどうぞ。どうぞ。見たい。いいアングルやん、これ。よくこんなところで撮ってましたね。ねえ。赤井ちゃん、これ。赤井ちゃん。さすが。すごい。この9番の子でっぱいね。身長大きい。もう下半身も出来上がってる。すごい。わわわ、すごいわ。フィジカルがちょっとね、でっぱい。すごいね。当て方も。これはちょっと止めれないですね。いや、これ全国大会でも活躍しそうな感じがしますね。いやー、4-0で、まあ、勝利したということですけれども、まあ、あの決勝戦であの対戦相手の普通ですか、はい、ね、はい、頑張ってましたよ。そうですね、うん、やっぱり最後、ね、成立した後にやっぱり涙している対戦相手の普通の子たちを見ると、はい、やっぱりこう悔しい思いも。そうですね、この大会で終わりですもんね、6年生は。そうですね、はい、ただやっぱりあの小学生、中学生、高校生もそうですけども、そこは通過点ですからね、はい、もちろんそうですね。もうこの悔しさっていうのが次のカテゴリーで多分、うん、また頑張ろうっていう気にもなるし、はい、ほんでまたその中学でまた悔しい思いをしたのが次のカテゴリーでまた役に立つと思うんでね、はい、まあ、そして優勝した税源金沢、これ全国大会に行くわけですから、はい、楽しみですね。でここは、うん、アスキ君、はい、監督ですけど、就任1年目、はい、ね、すごいですね、完勝ですもんね、しかも。そうですね、だからどうなんでしょうね、僕思うのが、はい、就任1年目で過去2年連続で出場しているのが、はい、自分がっていう思いっていうのはやっぱあるん違いますかね。そうですね、またプレッシャーもあったでしょうし、ね、ね、まあ、よく勝ったと思いますし、また全国大会でも ねちょっと楽しみですよね。一回なんか大石監督の話も聞きたいですよ。あ、そうですね、はいはい、やっぱりどういう思いだったのかっていう部分と、はい、うん、まあ、今はね、はい、12月26日からでしたっけね、はいはい、どこであるんですか、これ、これ鹿児島でしたっけね。今年も鹿児島です。鹿児島ですよね、うん、はいはい、さあこれでもあのテレビカナダさんが、はい、そうなんですよ、ね、決勝戦の今のですね、うん、様子は11月23日水曜日祝日ですね、はい、15時53分からテレビ金沢さんで放送があるということなので、うん、はい、こちらぜひご覧ください。あの、ね、毎年、はい、この決勝戦で、ね、はい、僕かあの解説をさせていただいてるんですよ、はい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 、でずっとやってるんですけど、はい、今年ね木曜日で、はい、MRO のラジオとドンかぶりしたんですよ、はいはい、ほんで、まあ、もうすいませんって言って謝ったんですよ、うん、で誰だったと思います、僕の代わり。諸江健太ですか。豊田選手。違った。あ、違ったんや。違ったんや。俺噂で聞いたんやけど。ああ、そうなんや。それであかんかったってこと。あかんかったんや。あ、まあそりゃそうやね、19日あるもんね。あ、そっかそっか。確かに、誰やったんや。誰やろうね。お、気になる。めちゃめちゃ気になる。気になりますね。俺だからさ、はい、来年戻られへんの違うかな。いや、そんなことないです、ね、実況と解説やるんですか、ああいうのって。あのね、いやいや、実況は、うん、テレビ金沢 の、 あのアナウンサー、はいはいはい、今年は越崎アナウンサーが、はいはい、やったんですけども、はい、去年まではあの辞めたあの金山哲平アナウンサーがやってたんですけどもね、はい、だからその実況だけやるから、うん、なんか聞かれたことを喋られへんこと多いのね。はいはい、そうですね。難しいよね、あれ。難しいですね、解説で。プレーも流れていきますしね。そうなんよね。まあちょっとね、日にちが
11月の23日でちょっとずれますけども、はい、あのぜひとも皆さん、はい、こちらのテレビ金沢は見ていただきたいと思います、はい、さあそして U15 も何かあったのかな、はい、高円宮杯の北信越大会を戦っていまして、うん、トーナメント2回戦は長岡ジュニアユースになんと3対0で勝利しまして準決勝に進んだということで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。その準決勝は明日11月12日土曜日にエスポワール白山と対戦します、うん、あと2勝で優勝ということなのでこちらも応援しています。今映ってるこれ U15、うん、はい、U12 のこの3年の違いでこれだけ大きくなるんやね。成長すごいな。ですね、もうなんか大人みたいですもんね。ね、これすごいですよね。まあ、ぜひとも、はい、まあ、明日、まあ、頑張っていただきたいと思います、はい、さあそして次は U18 かな。はい、U18 は J ユース選手権を今戦ってまして、うん、11月6日の試合ではアルビレックス新潟に0対3で負けてしまいました。負けちゃいましたか。はい、うん、次はですね、あさって11月13日、うん、日曜日に長野パルセイロと対戦します、はいはい、プレミア参入戦は12月9日から広島県で開催されるということです。あの12月9日やから、まあ、それまでずっとトレーニングをして、はい、いい状況になってね、はい、嬉しいですよね、うんうん、そうですね。もう去年の雪辱をぜひとも晴らしていただきたいと思います、はい、さあ以上各年代の結果と予定でした。まあでもどの年代も頑張ってますよね。そうですね、まあ、プレミア昇格とか、はい、まあ、U12 には全国大会とか、はい、まあ、いろんな目標ありますけどもね、はい、まあ、最後まで頑張ってください、はい、さあそれでは今日も最後にあれいっちゃいましょうか。挑戦の目利きです、はい、ツエゲン金沢のアカデミースクール BFC を応援する挑戦の目利きでは引き続き皆様からのご支援を受け付けています、うん、はい、個人会員様は一口3,000円、法人会員様は一口10,000円です、うん、こちらご支援のほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあこのコーナーではですね、もうあのアカデミーの情報、スクール情報を随時お伝えしてまいります、はい、他では見ることができませんのでぜひともこの番組をご覧いただきたいと思います、はい、そして選手への熱い応援メッセージなんかもお寄せください。以上、つえげんフューチャーサポーテッドバイ人形の堀川のコーナーでした。